はじめまして、革財布職人の平正蔵です。僕は今大阪の方で2017年に独立して活動しております。革財布職人ってどういう仕事かというと、僕の場合は財布の量産です。メーカーさんの方から革とか生地なども裁断された状態で、なおかつ革すきもされた状態の材料が入ってきて、それをミシンなど使って加工していくという形です。革すきとは簡単に言うと、革本来の厚みでは加工できないので、加工しやすくするために部分的に薄くしたりするという工程です。こういう仕事なので、物によって違ってくるんですけども、一本作って何百円何千円という世界です。僕の場合は今一人プラス内職さんという形でやっていますが、月平均だいたい250から300本ほど財布を作っています。加工賃は先ほども言ったように、物によって変わってくるので一概には言えませんが、平均したら1500円ぐらいかなっていう感じです。これでだいたい職人の稼ぎが分かったかなと思います。これでも加工賃に関しては交渉で徐々に上がってるっていう感じです。安いか高いかっていうのは人それぞれ感じ方が違うと思うので、そこは置いといて、この業界の加工賃というのが昔から変わってないっていうのが現状です。もうバブルの頃は作れば売れ、また作れば売れるという本当にインフラ状態だったみたいで、1回の発注で何千本何万本と発注があって、しかもその同じ形が永遠に続くみたいな、そういう素晴らしい時代があったみたいです。だから工賃が多少安くても1回の発注数が多くて、それが永遠に続いていったら、やっぱり作業するのも慣れて、やっぱそれは儲かったと思います。その時の工賃がまだ未だに変わっていないっていうのがこの業界の闇です。その影響もあって、やはり収入面に関してはとても厳しい業界の一つじゃないでしょうか。まあ、だから若い職人がいないっていうのが現状です。今じゃキャッシュレス化の時代になってきて、さらにこのコロナ禍で財布が全く売れないという状態で、職人にとってはダブルパンチ、いやトリプルパンチっていう状態ですね。でもずっと悲観しててもしょうがないと思うし、財布を持たない人がゼロにはならないと思うし、この先もしかしたら人が作らなくても機械が作るかもしれません。だけど人の作り出す温かみあるものっていうのは必ず重宝されると思うので、最後のメイドイン人間になってでも僕は作り続けたいと思います。そこで僕自身も前に進むという意味でYouTube を始めようと思いました。去年から少しずつ動画編集の勉強をして今に至ります。今 Mac を使っているんですけども、パソコン自体持ったのが初めてで、本当に届いたはいいんですけども、マジで全く何をやっていいかわからない状態だったんで、ファインダーが何なのかっていうのもわからなかったですし、最初はもうずっとフィンダーって言ってました。だけど今の時代ありがたいことに YouTube があるんです。いろんな方の YouTube の動画を見て、見よう見まねで勉強させていただいて、まだひよっこではありますけども、まあ、こうやって YouTube を出すことができました。もっとね、いろんな方の YouTube を見て、これからもっともっと向上させていきたいと思ってます。僕も助かったので、僕自身もやはり誰かの少しでも役に立てればいいかなと、やっぱり YouTube にかける思いがね、どんどん強くなってきました。そこで YouTube で発信したいことが3つあります。こちらです。1つ目は革財布職人の技術をアウトプット、2つ目は自身のブランドを世の中に出す、で3つ目が職人育成。この3つです。1つ目の革職人の技術をアウトプットということなんですけど、一応僕自身は、まあ、こうやって周りのおかげもあって職人として食べていけてるので、僕自身のこのスキルをこの YouTube で発信していけたらなと思ってます。今年で僕も36歳になるんですけども、この業界には24歳の時に入ったので、もう職人歴12年になります。東京で5年、大阪で3年の下積みを経て、2017年4月に屋号平として革財布職人として独立しました。下積み時代には、本当にたくさんの職人さんたちと一緒に仕事をしてきました。財布一つ作るのにしても、使う道具も違えば、進めていく過程も違うし、考え方も違う。やっぱ職人ということで癖の強い人たちばっかりでした。でも本当にみんないい人たちばかりで、様々な知識技術を快く教えてくれました。8年間の下積みと4年間の僕自身の経験で得た技術を YouTube で発信できたらいいなと思ってます。財布を1本作る技術的なことは、他
他の方の動画でもたくさんやってるんですけども、僕の仕事の場合、その技術はもちろん大事なんですけども、最も重要とされるのがスピードなんです。そのスピードを出すためにやっぱり細かいミシンの設定とか使っている道具だとか、そういうのをね、細かいことをどんどん発信していけたらなと思ってます。2つ目は自身のブランドを持って世の中に出すということなんですけども、今は下請けの職人として本当に人様のものを作っているっていう形なんですけども、この先からはやはり自分のブランドを持って挑戦していきたいなと思ってます。僕は作る専門なんで本当にデザイン的なことは疎いんですけども、そのデザインはちょっと奥さんの方に頼んでおります。センスがいい方なので本当にいいものが作れると思います。楽しみにしていてください。企画からサンプル製品まで一から見ていただいて、皆さんが安心して手に取って使っていただけるようなものを作っていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。まだ売り方などまだ何も決めてないんですけども、ネットとかでも発信はしていくと思うんですけども、最終的には店舗を持って一つ一つ心を込めて作りますので、それをお客さんに直接手渡しするという形でできたらいいなと思ってます。このコロナ禍で人と人が離れていくのを見て、余計にこのリアル店舗にはこだわっていきたいと思ってます。2つ目がある程度回り出してからなので、だいぶ先の話にはなるんですけども、やはりこの業界でお世話になったので、この業界に恩返しがしたいと強く感じてますので、若い職人さんを育てたいです。先ほども話したように、若い職人さんがいません。いないというか、やりたがらないっていうのが正解だと思います。どうしても手作業で納期もある仕事なので、拘束時間が長い、その割には給料が低いっていうのがね、現実です。でもしょうがないって言えばもうそれまでになってしまうので、そこをなんとか変えていって、みんながやりたいと思えるような職人の形にしていきたいと思ってます。若い人たちが増えればこの業界ももっともっと盛り上がると思いますので、職人育成を3つ目の目標としています。以上のこの3つを YouTube で発信していきたいと思ってますので、皆さん応援の方でよろしくお願いします。ブランドを作っていく上でプレゼント企画も考えていますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上で今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。